アドレスバーの左側にある W の画像がファバックカンである。ファバックカンは Web サイトのシンボルマークイメージとして Web サイト運営者がウェブサイトや Web ページに配置するアイコンの属称である。フェーバリットアイコンという英語の語句を縮約したカバン語である。ファバックカンの始まりは Web ブ,ブラウザである Microsoft ターネットエクスプローラー r 後によって初めて搭載された独自の機能であった。 ユーザーが任意のウェブサイトをお気に入りに登録するときに、ウェブブラウザは該当ウェブサイトのディレクトリから、ファバッカン、イコファイルの存在を調べ、ある場合はこのファイルを該当ウェブサイトのアイコン画像として取り込む。それ以降にお気に入り一覧を表示する際、該当ウェブサイトについては、一般的なウェブアイコンではなく、取り込んだアイコン画像が表示されるようになる。これにより、 他のウェブサイトのアイコンよりも目立たせ、ユーザーへイメージによる直感的な選択操作への便利を図ることができる。現在では多くのウェブブラウザが本機能を搭載している。アイコンファイルの配置場所をリンクタグにより任意に指定できるようになり、従来の移行形式以外に GIF 形式や PNG 形式もサポートされるウェブブラウザが増えたため広く利用されている。 当初はお気に入りに登録する際に初めて参照されたファイルであることからこのファイルのアクセス回数を調べることでお気に入りへの登録状況を計測できた。現在の多くのウェブブラウザはウェブページアクセス時にファバッカンを参照するためお気に入り登録状況の計測にファバッカンファイルへのアクセスカウント利用はほぼ無意味となってしまっている。HTML 内でファバッカンを指定するには ヘッド要素の中で、リンク要素を次のように用いる。リンクレルイコールアイコン h レフイコール https コロンスラッシュスラッシュエグザンプルドットコムスラッシュ FAVICON ドットイ個。ファイル名の決まりは、特にない。また、ファイル形式の決まりもなく、ウェブブラウザが認識する形式であれば、どのような形式を用いても良い。ただし、インターネットエクスプローラーは十以下では、 イコ形式しか認識しない。IE11 では PNG, GIF に対応した。Web サーバー側ではアイコンの MIME タイプを正しく指定する必要がある。なお、イコ形式ではイメージ VND, マイクロソフト、アイコンである。ルートディレクトリに f a バッ c ン、イコという名称のファイルを設置しておくと HTML 中で指定がなくとも f a バッ c ン n として認識される。 もともとファバッカンはマイクロソフトによって提案され、インターネットエクスプローラーはあらゆるウェブサイトの指定 URL にファバッカンを要求する仕組みであった。その後、マイクロソフトはリンク要素によりファバッカンを呼び出す方法をサポートするようになったが、これは最初 W3C の勧告に従わない形式であり、次の点が問題とされた。しかし、2003年にイコ形式が イメージ、VND、マイクロソフト、アイコンとして IANA に登録されたことで、最初の問題は解決した。さらにモジラが、ブラウザでのサポートと同時に、リンクレルイコールアイコンタイプイコールイメージ、PNGH レフイコール、パス、イメージ、PNG という形式を加え、リンク要素による幅間の重複指定で、ウェブ制作者が画像形式を複数指定できるようになったため、 書式の問題も実質上の解決となった。モジュラスイートのファバックンサポートを契機に、それ以後は多くのウェブブラウザがこの仕様を新たにサポートするようになっており、同様の書式で標準化されている。2007年現在、インターネットエクスプローラーをはじめとする主なブラウザがファバックンをサポートしているが、細部の挙動は各ブラウザによって異なる。アドレス欄やタブに、 アイコンが表示されても、ブックマークリストに表示されないものもあれば、アドレス欄、ブックマークともに表示させるものも存在する。また、IE コンポーネントブラウザで、ファバッカン処理機能は独自実装となるため、IE とは挙動が異なる。ファバッカン管理方法もブラウザによって異なるが、多くは、ファバッカン専用のキャッシュを用いることで、自動的に消えてしまうのを防いでいることが多い。 ありがとうございます。